皆さんこんにちは。社団法人日本植物写真協会の会長をしております石井理光です。今回は前回に引き続きこの大判カメラで撮影していきたいと思います。まずこの大判カメラっていうのは前第1回第2回で説明したんですけれども、いろんな機能があるんですけれども、それを組み合わせることによっていろんな写真、いわゆる煽りを使った写真、物の形を変える、整える、いろんなことができるんですけれども、一気にいろんなことをやっちゃうと分かんなくなっちゃうんで、今回はとりあえずまず普通に撮影してみて1枚撮ります。それからその対象物に対してピントをどうやったらまず一番簡単な合わせ方っていうのをしていきたいと思います。これでまずは1枚普通に撮ってみます。普通大判って言われるカメラっていうのはフィルムで撮るものなんですね、このカメラですけれども、すぐにはやっぱり見れないわけですよね。現像しない、フィルムですから。今のデジタルカメラとはちょっと違うわけですので、すぐパソコンでその撮った画像を見るために後ろにこんな感じにデジタルカメラくっつけました。フィルムの代わりですよね。フィルムの代わりにこれをつけましたので、今回は撮影したらすぐここに映るように設定して映していきたいと思います。でここちょっと遠いんですけれども、このちっちゃい何ですかね、これこんな お菓子のおまけかなんかみたいな、なんかロボットくんにちょっとモデルをやってもらって、これでちょっとピント合わせとかいろいろやっていきたいと思います。まずこの大判の機能の紹介ですので、このストロボとかこのいくつにしてくださいとかそういうのはもう前もって設定しちゃいました。この光の量とかこの被写体どう映るのかっていうのだけやっていきたいと思います。それでは早速いきます。まずこの被写体をこのカメラで、もうこれデジタルカメラがここ後ろにくっついちゃってますんで、まあとにかく覗くだけです。それで相手を、これが結構ちょっと最初コツいると思うんですよ。普通のカメラでと感じでやると最初手間どうかもしれませんが、そのうち慣れます。じゃあまず今向こうの被写体にピントが合いましたのでシャッターを切ってみます。と光りましたんで、ここパソコンに今撮ったの画像が出ます。ちょっとこれだとちっちゃいんで少し大きくします。こんな感じです。こんな感じに今シャッターを押して撮れたんですけれども、これ今回何をしたいかっていうとですね、これ後でこっち側に1枚目の写真はこれ、2枚目はこれっていう感じに上げていきますが、まずちょっと今見にくいんですけれども、これここにピントがあってですね、それでこれ絞り解放、よくわかるように絞り解放で撮っちゃってるんですね。 5.6 って被写界深度が狭い一番開放の値で撮っちゃってますんで、ここにはピントが来てるんですけれども、この足の方にはもうピントが来ちゃってる、ボケちゃってるんですね。それは何でかっていうと、このカメラ見ていただけると分かるんですけれども、斜めに下を向いて撮ってますよね。ということはピント面はここ、この感じでまっすぐ行きますから、ピントっていうのはこれに対してこう斜めに来てるんですね。ですから頭にピントが当てると下がボケる、ピントがこう来ちゃって
それで普通は絞りでそのピントをコントロールしますね。絞ることによって被写界深度が深くなりますんで、ピントが合う面がこう大きくなるんですけれども、今回はこの機能の紹介ですので、まず開放で、開放ですからもうほとんど被写界深度がないんですよね、ちょっとしか。ですのでここは頭にピントがあったら足の方はボケる、こういうピントです。これと平行のピントでいきます。じゃあこれ絞り開放のままでこことここ両方にピントを合わせたいっていう時にこの大判ならすぐできるんですね。普通のカメラだとどうしても絞らないといけないんですよ。それはピント面っていうのを動かせない、一眼レフだとこう斜めに撮ったとしたらもうこのまんまなんですね。こういうふうにしたいなって言ってもできないんですよね。逆にこうしよう、その分このカメラっていうのは自由に動かせますから変えられるんですが、まず一番最初に覚えていただきたいのは、前のこのレンズがついてる面ですね、とこう普通はフィルムなんですけれども、今回はデジタルカメラがついてる面があるんですけれども、前の面だけ触ってどうこれが変化するかっていうのを見ていきたいと思います。で前だけで倒す、これチルトっていうんですね、この動きはチルトで、大判にはそれ以外にもライズとかフォールとかスイングとかありますが、まず今回はチルトです。この前のレンズの面を前に倒したり上げたり、このここを動かす、前レンズの前側を動かしてみてどう変わるかっていうのを見て、や実際に撮って見てみたいと思います。でピント合わせなんですけれども、今このデジカメ使っちゃってますんで、普通はこういう大判っていうのは前もお話ししたんですけれども、入ってきた光がここで結合して後ろに持ってくるんですけど、その時上下左右逆さまになるっていう言ったんですけれども、このデジカメ使いますんで、デジカメの方で左右上下変えちゃってくれてるんで、ここから覗いた像っていうのは普通にこれで覗いた感じ、ちゃんとした左右上下ちゃんとした像に見えちゃうんですね。だからすごくこれ便利です。でこういで前だけ合わせて、でやっぱり少しこうピントが変わりますんで少し調整していきます。もうゆっくりでいいです。これ最初の頃もう結構重いですし、こう動かすのにもでもゆっくりやっていただいて大丈夫だと思うんですけれども、ピント合いました。じゃあ撮っていきます。とここに出たんですけれども、この前を動かしたらどうなったかっていうと、先ほどは頭にしかピントが来てなかったのが、今回はこことここにちゃんとピントが来てる。それは何でかっていうと、レンズ面がさっきはこういう感じで撮ってたのが、今回は前の板がこう立ったんです、ね、というとまっすぐに、だからこういう面ので撮れるっていうことなんですね。これが曲がってますんで、最初このぐらい、ま、最初はこうだったんですね、平行。前も言いましたけど全部メモリをゼロに合わせていただいて撮って1枚目で、2枚目は何をやったかっていうと、これをこういう感じですね、
チルトっていうんですけれども、こうこれ1枚目2枚目こう上がったんです。上がったことによってここと向こうの像がぴったり平行になるようにしてあげたんですね。というと平行のピントが向こうに行くんで、頭にピント合わせても足にもピントがいったんですね。こういう感じで後ろはいじってないです。でこういう感じでちょっとくっついちゃったんですけど、こういう感じでピントが両方来るよっていうのが今日のチルト式の煽り。まずこれ基本です。まっすぐもう全部にピントを合わせよう。でそのこれ今回はこのチルトしかやらないんですけれども、もっといろんな機能があるんで、大盤っていうのはその機能をこう組み合わせて使うことによって威力を発揮するんですけれども、その一つ一つの構造が分かってないと組み合わせることがなかなか難しいですよね。まずチルトだけ、前のレンズ面の傾斜角を変えるとピントの位置が変わるよっていうのを今回言いたかったんですね。それとですね、前の時言い忘れたんですが、こう普通はこういうのがくっついてですね、この後ろにでレンズを入れるんですけど、カメラをつけるためにこれ取っちゃったんですけれども、で普通はここにこうくっついてたものでルーペを使ってピントを合わせるんですが、その時にですね、四隅にですねこれ穴が開いてるんですね。四隅ちっちゃい切り込みですよね。四隅これ何のガラスケチってるわけじゃないんですよね。意味があって切りかけがあるんです。これは何であるかっていうと、普通はこうやって見た時にですね、ね、像左右上下逆さまの像が写ってます。ですから今回これを撮ったとしてもこういう感じで写ってるんですね。反対ですからこういう感じです。でこうやってピント合いました。で普通に1枚目のように何にもしないで撮るときあまり気にしなくていいんですけども、こういう煽ったとき、もうこれ煽ってますよね、前を動かしてます。そういう煽りを加えたときにここで確認するんですよ。何を確認するかっていうと、こう蹴られてないか、オーバーレンズってこうありますけれども、ここからイメージサークル、35ミリとかのカメラよりも大きいイメージサークルができているんですが、こうレンこう煽ることによってこれが動きますから、さっきだとこういう動きだったんで、こう動いた時にイメージサークルも上に向くんですよね。その時にちゃんとここにそのさイメージサークルが来てないと像が蹴られちゃうんですね。黒くなっちゃう。要はそのイメージサークルの中入ってない。じゃあどうやって確認するかっていうと、この四隅こう覗いてみるんですね。ここにつけた状態で覗いた時に、前にこうレンズがありますから、自分が撮りたい絞りにまずこれしていただいて、こうやって見るんですね。その時にこの横から見た穴から見た時に、この絞りの形がきちんと丸になってればイメージサークルの中に入ってるんですね。でもしもこの円がですね、半円とか半月みたいに丸く見えない時はもう蹴られてますよ。それは写真ちゃんと露出いかないですよ。ですのでこう全部の穴から覗いてみて、どこから見ても絞りが丸く見えるようにすると全イメージサークルの中入っていることです。一箇所見ただけじゃちょっと分からない。こっちから見たら入ってても、下から覗いた時入ってない。もうこれいろんな動きしてますから、そういうことあるんですね。ですので必ず確かめるためにこの穴っていうのは開いてるんですね、オーバーの場合で。
これじゃなくてこれの時ってどうするかっていうと、もうこれ見ちゃって、もしも蹴られたとしますよね、イメージサークルから外れちゃって、そういう時はもうここ見てるだけで暗いって分かりますから、あっとここの辺が映り込んじゃったりして、なんか暗いなとか、だからもうこういうの時はこういう穴が見れませんので、もう画面で確認して、なんか暗い、すぐ分かります、見てなんか暗くなってくるんですよ、あまりにこう急、この角度をギュッて急角度にすると、これが普通ならこういうふうについてたものをこうやったりこうやったりするわけですから、もうこのぐらい落ちちゃうってことは下に行ってるんです。レンフィルム面はここにあるのに下に行ってるってことは、もうほとんど光が当たってないっていうことになっちゃうわけなんですね。そうするとデジカメの場合は覗いてて暗くなりますから、必然とわかるんですよね。デジカメの時は一目でわかるんですけど、昔はこうやってフィルムで撮ってたんで、もうこれが現像して出来上がるまでどんなのかってわからないんで、まずあのポラロイドとか、富士のフォトラマーとかいうインスタントですよね、インスタントのフィルムでまず撮ってみて、その場で現像して見れますから、それで見て確認してたんですね。でその時にインスタントって、こういうシノゴのインスタントとか結構高いんですよね、1枚やっぱり結構400〜500円、当時そうなんです。今はもう絶版になっちゃってもうないんですけれども、その当時でも10枚入りで4000〜5000円近かったんですね。だから1枚500円もしちゃうんですよ。ですんで一回現像して、あ、蹴られちゃったってしたらまた直さなきゃいけないわけですから、そういう感じでもったいないですから、なるべくミスがないようにまず見て、いろんなことをやってたんですね。だからこのデジカメになってからかなり便利になったんですけれども、この穴っていうのは伊達についてるわけじゃないっていうことだけなんですね。今のデジカメなら覗いて確認してあげて、ですぐ見れますから、ああ蹴られたと、もうここ真っ黒になっちゃうからすぐ分かるんですね、バッて映した時です。のでデジカメはすごく便利なんで、この大判フィルムが今あんまりなくなってきちゃって、あんまり出番ないっていうんですけれども、こういう感じでデジカメをつけることができるようになったんで、ぜひこういうの大判持ってて全然使ってないよっていう人は、ちょっとこういうボード、単なるボードなんですね、こうそのキヤノンならキヤノン、ニコンならニコンに対応したものがつくものを買っていただければ、そのご自分のデジカメをここにくっつけて、もちろんこれこういうのは35ミリのフルサイズ機ですけれども、これよりももっと大きい中盤のデジカメとか つけられるのもありますから、どん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 大きく撮像素子が大きくなっていくってことは綺麗になって、これなんかはっきり言えば中盤のいくらイメージセンサーがでかいっつっても、この大盤のシノゴに比べれば全然ちっちゃいんですよね。ちっちゃいっていうことはイメージサークルの中に入りやすいんですよね。昔はこの大きさのイメージサークルを作んなきゃいけないのに、それがちっちゃくなったわけですから、かなり自由度が効くんですよ。昔はこのぐらい上げたら全然蹴られちゃったのに、デジカメラはこんなちっちゃいからいけちゃうっていうことが結構あるんで、そういう利点もあるんですね。でこれはもうつけるの簡単ですから、ここに指標と指標を合わせていただくと、くっつけることができますので、これでくっつけて撮っていただけると、こういう普通の一眼レフで撮れないような写真が撮りますので、ぜひこういうのがあるお家にある方はぜひ使っていただきたい。でうちないよって言ったら、こう結構こういうカメラを買うよりはかなり安い金額で、もちろん中古ですけれども売ってますので、1台買ってもいろいろなことに使えますから、1台あると便利かなっていう感じで
この大盤っていうのをこれからいろんなことをやっていきたいと思います。今回は1個だけ、いろんなことやると分かんなくなっちゃいますんで、今回はチルド、ピント面を合わせてあげるっていうのをやってみました。次回はちょっとスイング、奥行きにピントを合わせるっていうのをやってみます。今回はこれで終わらさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。